こんにちは。あ、ただいま、ふとぐつです、僕の家に来てるんですけども、本日ちょっと久しぶりのおうち撮影ということで、大阪梅田店です。いや、マジ日本でもトップクラスに品揃えいいかもなんですよ。限定モデルとか、なんか原宿店とか、その梅田には毎回入ってくるんですよ。めっちゃレアなスパイクで。なのでね、今日ちょっとここで久しぶりに収益でスパイク買ってみた。去年の年末、死ぬほどスパイク新しいに出て、月にマジで5、6足買わなあかんこととか多かったんで、まぁ、ちょっと破産してまして、自己破産の申請中でした。やばいやん。そしてね、やっとカムバックしたということで、今日は自己破産明けでスパイク買おうと思います。自己破産明け、うん、で久しぶりにね、こうやってみんな見てくださってるので、僕がスパイク買えるということで、ちょっとスパイク気になるのがあるので買っていこうと思います。じゃあちょっとね、早速お家の方に入ってください。どうぞどうぞ。お邪魔します。早速のままで大丈夫です。お邪魔します。はい、この静けさが落ち着く一番、このカモのエレベーター。え、ここが一番落ち着くんですか。一番落ち着く、このワクワクする感じ、この4階に行くまでのスパイクの。ここ僕めっちゃ好きなんですよ。あのナイキの結構あのパリとコラボしたやつとか、新しいシューズとかね、こっちとか置いてて、うん、そう、結構ね、ここのナイキ、まあ、向こうプーマなんですけど、はい、ここのウェアめっちゃかっこいいんですよ。この辺り新作ですね。こういうところでなんかナイキのウェアが欲しいときは、僕いつもここですね、買ってるの。あ、でもこれとかめっちゃいい、普通に9000円。インジョ君そういうタイプ好きっすね。これめっちゃ着てるでしょ、こういうの。あの首あって、ピチッとしてる細めのナイキ、やっぱこうタイトに見えるっていうのと、ここにね指入れるんですよ、寒いとき、はいはい、これめっちゃ便利。確かにこれね、最近結構着てます。ではこの辺はエアジョーダン、パリさんとのコラボとか置いてる感じですね。やっぱ最近これめっちゃ流行ってるっすよね、はい、普通にかっこいいもんな、デザイン。よく毎日着てるっす。よくマジ毎日着てるっすよね。あれ以外服ないらしいっす。ほんまにあれ以外見たことない。どこ行くのもあれっすよね。ほんまに。店員の前田さんです。こんにちは。こんにちは。お世話になっております。あの、もうサッカー仲間です。え、そうなんすか。、うん、はい、カモの店員さん、梅田の店員さんは、あの僕の草サッカー仲間の方多いので、たまに一緒にボール蹴ってます。本当や、練習試合とかもしてるんで、普通にもう草サッカー仲間です。やばい。すいません、ありがとうございます。最近ね、プーマのウェア、ここ数年でめっちゃ着てるんで。確かに、あ、デザイナー変わったんすか。いや、ほんまにそれ。そうですよね、多分デザインの感じ変わってきてるんで、うん、めっちゃ変わってる。紹介していいですか。はい、お願いします。これドルトムント限定のやつですね、これ。え、ちょ待って、ドルトムントプーマだったんですか。めっちゃかっこないですか。え、めっちゃ前からプーマっすよ、多分。ずっとプーマっすか。はい、おそらく。めっちゃ長いことここにずっとドルトムントある。ほんま箱に入ってる。え、すごい、すごい、かっこいい。開けても大丈夫ですか。ありがとうございます。すごい、ほん、え、すごい。え、なんすかそれ。何も入ってない。けど、多分ここにシャツが入ってるんでしょうね。あ、それがここに引っかかられてるってことですね、はい、え、すごっ。これね、ネットで見てたんですよ、ドルトムントのあの限定のシャツみたいな。はい、え、めっちゃいいやん、これ見てください。もう日本のエースたちが、エースたちがもうプーマを履いてるんで。俺の推し。どれ。え、伊藤選手。推しなん。え、俺日本代表で今好きな伊藤選手です。伊藤選手も可愛いっすよね。なんでやねん。ええやろ。とんでもないやつに押されたい。いや、なんでなんすか。いや、やわ、なんか最近僕がかっこいいと思ったプラシャツ紹介していいですか。はい、お願いします。シティのこれ。お、すごい。ちょいちょいチェックしてて、プラシャツとかもすごいっすね。いや、これはね、なんかデザインめっちゃかっこいいなと思って。奇抜やけど、え、これめっちゃかっこない。リフトボールや。え、コナミ、コナミ様、こなってるやん。え、めっちゃかっこよない、これ。はい、それ俺やな。ちゃうで。え、やめてや、こんなん。俺それにしようかな、次ウェア。え、でもこれほんまにかっこよないですか。いいっすね。めちゃくちゃかっこいい。
サイズないでしょ、でも。いや、海外から取り寄せたらいいでしょ。QX、QX オーそんなんない聞いたことない。3階、僕の推しどころ言っていいですか。お願いします。あの、僕お世話になってるアンブロさん、はい、アンブロのサードっていうこのブランド、はいはい、この派生させて出してるんですけど、今年ね、100周年なんですよ、アンブロ。見てください、上100周年のシャツめっちゃかっこいいんですよ。まあ、例えばこの辺りとかもそうですし、あとね、限定で出てる、あ、これもや、これもトレーニングウェア。おー、ほいほい。マジアンブルここ数年でめっちゃかっこいいって、マジほんまこと1年ぐらいちゃうかな。デザイン変わったっすか。変わった気はする。でもそのサードっていうモデルが出てめっちゃおしゃれになった。で、古着とかも結構みんな着てるんで。確かに、普通の私服のコラボとかもしてるっすもんね。あ、してるし、してるっす。そうですね。だからね、アンブロめっちゃおしゃれですよ、最近。アンブロって昔ピステにアンブロを着なきゃったじゃないですか、小学生の時。懐かしい。そう、サッカーやってたら大体みんな持ってるからね。そうそうそう、小学生の時絶対着るやつ、はい、4回やで、次。嬉しそうやな。スパイク、ご2人おるやん、絶対中に。来た来た来た。いらっしゃいませー。あの、ここのかも、かも梅田店、マジで日本で一番品揃えがいいと言っていい、過言でもない感じのショップです。スパイクの量がすごいんで、まあ、ここアディダスコーナーですね。最新のクレイジーファーストとかも置いてます。大人気モリリアシリーズですよ、この辺りは。モリリアはやっと最近ちょっと流通してきたかな。一時期マジでなかったんで、ずっとこのゴールドとかめっちゃ人気からですね。そしてカモさんがこの間押していました、このアンブロとコラボして、はい、カモ限定カラーとか出てるんで、アクセレーター、アクセレーターはね、もうこれもっと評価されてもいいシューズですよ、めちゃくちゃやりやすいから。え、アクセレーターもあれですか、熱くないやつ。ガイナね、ガイナね、ガイナ入ってますよ、これ。ガイナ入ってるっすね。このこっから夏ね、めっちゃいい。あれほんま熱ないですよね。いや、すごいっすよ、これ。ワクラあれで戦ったっすね。おお。そして僕がウィナーズの最終靴で履いた、まあこれ2ですけど、 GX の AG ソールとか、うん、最近これ結構ね押してるんですよ。そしてこれ欲しかったハーランドの、すごすぎ、これめっちゃ欲しかったんですけど AG ないんですよ。なるほど。だこの辺プーマですね。この間遠藤選手が試合で履いてたヒートマップのプーマフューチャーアルティメット、めっちゃ可愛いですね。フィーチャーセブンアルティメット、めっちゃいいっすよね。裏かわいい。裏これ。この辺は、あの、頬が高い人は履けない。これはね。じゃあね、あの、今日スパイク買うということで、ちょっと買っていこうと思うんですけど、いつも履いてるミズノじゃないんですよ。最近ね、あの、ちょっと、コメント欄にも来てまして、僕もそろそろスタメンで履くスパイクちょっと増やそうかなと思って、これですね。ちょっと最近、この、アシックスになるんですよ。アシックス。これ最近ね、この辺とかやっぱこの DS ライトのプロとかいうモデルとかもね、この3段階、3シリーズ出てるやつとかが出たりして、これが出たんですよ。見てください。DS ライト X-Ray 5と X-Ray Pro 2のリミテッドカラー、限定カラーですね。君安選手が先日入ってたカラーが出たので、ちょっとこれいいんじゃないかなと思って。これ欲しい。ちょっと僕のいつも担当していただいてるカモにフラッと来て1時間立ち話して帰るっていうほぼ友達の野口さん呼んでいいですか。野口さん、これ26センチありますか。すいません、野口です。野口さんね、あのフットマイスターっていうカモの中の資格があるんですよ。あの、しかもこれめっちゃすごいですよ。カモ全国にいっぱい店舗あるじゃないですか、はい、そのうちの4人しか持ってないライセンスの最年少でライセンス取りました。フットマイスタースパイクのことに詳しいんで、僕の DM にもめっちゃ多いんですよ。僕のスパイクどれが合ってますかって方めっちゃ多いんですけど、はい、あの、ここ来てもらって野口さんに聞けば、それそうですね、足見れば分かるんで、はい、なので、あの、聞いてみてはいかがでしょうか。お願いします。あの、ちょっとこれ、はい、26で分かりました。X フライは結構コメント欄でも円形 X フライいいんじゃないかなっていうの来てて、僕高校の時も X フライ、あの、 DS ライト履いてましたし、ジェニオとか履いたりしてたし、 X フライね、結構
合うんですよ。俺も現役の時 DS ライト履いてました。やめようかな。赤の。あ、ありがとうございます。25cm、26cm ですね。 X-Fly Pro 2と X-Fly 5あるんですけど、ソールがこっちの方が、ね、はい、軽かったり、まあ、スタッドが前の方に比重があるので、よりスプリント重視か安定感、かかとのホールド重視かで選べるので、はいはいはい、僕今回ね X-Fly 5の方を選んでるんですけど、まあ、理由としましてはやっぱね、このあのヒールカウンターがこっちついてて、かかとのちょっとね、やっぱもうかかとカチッとちょっとさせたいので、まあ、切り返しとか多いので、であと、まあ、ソール、さっき野口さんもおっしゃってたんですけどもね、僕、まあ、こっちの方がスプリント蹴りやすいソールになってるんですけど、僕これ以上蹴りやすくすると肉離れするんで、あのほどほどにしないといけないということ でこれでも結構蹴りやすいんですよ、地面。 X-Fly は前デビューした時、これしかも X-Fly Pro の方はここペルシャ絨毯になってます。はい、触ってください。ペルシャ絨毯っす。え、ほんまや、すごペルシャ絨毯なんて言えてへん。これあれですよね、いつもとそうです、仕様が違うんですよね、変わってますので、そこも限定ですね。そうですよね、はい、今回これめっちゃいいやんってなった理由が人工皮革なんですよ、レーザーじゃないんですよ。それめっちゃええな思って。でもあんま分かんないぐらい、そうなんですよね、そうそう、水色がカンガルーレザー、水色がカンガルーレザーなんですけど、もうね、触った感じ、僕最初言いましたもんね、あのえ、これ人工っすかって言ったぐらいめっちゃ革っぽいんですよ。何がいいかって言いますと、試合とかでモレリア、ミナーズの試合とかでも履いてるじゃないですか。やっぱ雨の日とかなるとモレリアやっぱ横に伸びてきたり横にずれたりするんで、確かにちょっとスパイ変えたいんですよ、雨の日で。も人工やったら雨の日でも感じが比較的変わらず履けるので、僕これめっちゃええな思って、ちょっと一目惚れで26ぴったりっす。かっこいいっすか。いや知らん、もうかっこいいけど、かっこいいっすか。かっこいいけどなんか知らん、言いたくない逆に。もうしかもね、やっぱ幅も僕結構標準より若干広めぐらいで、甲もまあまあ高いですけど、許容範囲全然ボワッとなんないんで、カラーかっこいい。ちょっと見て、この第2弾になりますね。あ、前回白水色が出てたのの第2弾。ええぞ、これやわ。そう、なんか試し巻きでその切り返しとかする人あんまいないですよ。これっすわ。はい、お願いします。ありがとうございます。これはええで。 X-Fly はね、前からちょっと欲しかったんですよ、あのレザーなら。でも試合の時にモリビア履いちゃうんで履かない。なるほど。けどこれは、しかもこの時期夜とかサッカーすると地面濡れてるんですよ結構、はいはいはい、あの温度差で昼間と、ちょうどいいとこ取りって感じですね。いや、はい、人工比較と天然比較の、はいはいはい、柔らかいけど伸びにくいし、確かに、いやほんまにそう、もうほぼこれ天然レザーやもん。めっちゃいい、すいません、ありがとうございます。以上でお疲れします。お相手23,100円です。はい、23,000円、安いっすね。いや高いっす。3万いってない。いや高い、ちょっとバグってますね。高いの買いすぎ。3万いってないから耐えた。耐えてないって。シューズケースデザインをしていただきたいんですけど、野口さんデザインしたやつもう出てくるんですか、次ですか。あ、これ一応シューズケース今の色なんですけど、はい、僕デザインしたシューズケースはゴールデンウィーク以降に出るんで、こうご期待で買おう、買いに来てください。3、4色ぐらいはあの僕が言った色が選ばれたんで、こうご、ね、期待です。このカラーとあれなんですか。そうですね、セレッソで、はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょっとじゃあ、ね、これちょっとゲットしましたんで、これからまた試合で履くのと、これレビューもしますんで、ぜひぜひ見てくださいってことで、あと梅田店もね遊びに来てください。お願いします。僕週1ぐらいでいますんで。やばい。
怖いのが、これ案件じゃないです。はい、いつもありがとうございました。